李天祐は中華人民共和国の軍人、政治家。最終階級は中国人民解放軍上昇。厚生上林桂県六津津高津美祭の貧しい農民家庭に生まれる。2年間私塾で学んだ後、8歳の時から家業を手伝い始めた。1926年、家族は、調産して、龍馬猿県に移り、焚木を拾い炭を焼いて、 日々の生計を立てた。1928年始め、ケイリンに駐屯する、リアキラズイの厚生国民党軍第7子、独立団が防兵を行ったので、まだ14歳の李天佑も、同郷の青年らと共に、これに応募。1929年、設立されたばかりの厚生南令共同総体で、学び、体内の共産党に影響された。同年10月17日、 趙雲一に引きられた共同総隊は南寧から右項に沿って百色に赴き反乱を起こす。反乱部隊は中共中央に承認されて中国項の項軍第七軍となり、趙雲一が軍長、李明隋が葬式、東昌平が軍政寺員全的委員会初期を兼ねた。李天佑はこの時中国共産党に入党し、 クレナイナナ軍の拝長を務める。1930年2月、国民党軍との戦闘中、足に重装を負って病院に送られる。同年4月には、特務連連長となり、奇襲省陽光県定の攻略戦に参加し、突撃隊を率いて、城壁を登っている時に桃に被弾。1931年6月の百食における、 戦闘では再び足を負傷し、1932年2月の州における戦闘では、右手と背部に3発の銃弾を受けて、生死の境を迷う。それでも、李天祐は傷を癒し、1932年5月には、紅一方面軍7軍58、弾副団長として戦線に復帰した。まもなく、随近に送られて、中央興奮学校上級官部隊に学び、 1933年より58、段団長、紅れない軍団5市13段団長として、第四次大河湖、総選に参加した。第一次入り作戦からの帰路、国民党軍の一個連隊を殲滅する軍港を建て、同年三党、赤星進将を授与される。1934年1月、紅れない軍団の市市長となり、第五次大河湖、総選。 第二次理作戦に参加。同年10月、紅一方面軍の調整に従って、軍団の前衛を担った。厚生省官用心における戦闘では、二個連隊の兵力で、国民党軍の桂系二個、師団一個連隊と三中夜にわたる激戦を繰り広げ、中共中央と主力部隊が将校を渡過するのを援護した。 1935年初めの順位会議後に、暮れな軍団作戦家課,課長となり、同年6月後一方面軍と暮れな方面軍が、四川省小金県で会合すると、暮れな方面軍三0軍参謀長に転じた。西北に到着した後、暮れな軍団1団団長、西副市長として、から鎮戦役、東西戦役、1936年5月には四 市市長として、生成戦役、山城補戦役に参加した。八祖寺軍第115市官部。左から、陳氏、ラヒサ市幹シ官、リーテンユー、昭花1937年8月、日中戦争の勃発に伴い抗軍主力部隊が八祖寺軍に、改編されると、紅れない第一軍団第4師は八祖寺軍第115、市、第343旅。 第686弾となり、李天佑が、団長、洋勇が副団長に任じられた。1937年9月の平方関の戦いでは、李天佑の686弾は、楊徳氏率いる685弾と共に、主攻を担当。同年10月には、甲明ら復撃戦に参加した。1938年3月、343、旅福旅長。 代理旅長となったが、同年5月に、病のため沿岸に戻らざるを得なくなり、間もなく、西安での療養に入った。1939年、竜アロー、路頭星らと共に、ソ連のフルンゼ軍事大学に留学。1941年に、独祖戦が始まると、モンゴル経由での帰国を試みたものの、日本軍の国境警備が厳しく断念した。 1943年8月、モンゴル人商人に紛争して、ゴビ砂漠の無人の農家へ、ネ姉化、干を経て、西安に到着。1944年3月には、延安に戻ることができた。日本降伏後は、東北地方に派遣され、1946年1月に、北満軍区参謀長となり、同年4月の春ン占領を指揮。松江軍区、 司令院兼ハルビン市大リエージュ司令院として1946年冬の三下江南作戦、1947年5月には東北民主連軍第一渋滞司令院となって第三次紙兵戦役や1947年夏、秋、冬季構成に参加。1948年1月、東北野戦軍第一渋滞司令院に任じられ、同年3月の 第四次紙幣戦役や両親戦役に参加した。1948年11月、東北野戦軍第一重隊が東北野戦軍第38軍に改編されたことに、伴い、李天雄は後に人民解放軍切手の精鋭部隊として知られることになる38軍の初代軍長となった。初代政治委員は両必ず号である。38軍は北京。 天津の解放を狙った対立戦役に参加し、1949年1月14日に天津へ入場。天津警備司令官、陳朝将らの国民党軍幹部を捕虜とした。李天佑は1949年5月、第4野戦軍第13兵団第1、副司令員に転じた。視察を行う李天佑中華人民、共和国成立後は、厚生軍区副司令員。 同司令員として基準した国民党軍の改編を行うとともに残党狩り、土光スパイ狩りを実施。1954年、南京軍事学院戦役系に入校。1957年に卒業すると、公衆軍区第一副司令員、代理司令員として海岸防衛の増強に努めた。1962年9月、中国人民解放軍副総参謀長。 文化大革命では総参謀長、ラズイ教が失脚するなど総参謀部も混乱にさらされ、李天佑は激務と辛労により腎臓病を悪化させた。1969年には中共中央軍人委員会委員となるが、1970年9月27日、北京にて病死。国家財産の浪費になるとして治療を拒んでの死であった。第二 第3届国防委員会委員、中共第9届中央委員、第1.23届全国人大代表、1955年、一級81勲章、二級独立自由勲章、一級解放勲章を授与。ありがとうございます。